織山本、可愛すぎる一面が判明。山本由伸、コンビニのアイスコーヒーが一番美味しい。いい話。山本の生活は実に規則正しい。専属栄養士の指導を受け、1日3食がベース。睡眠確保にも目を向けるオフは昼夜2食と工夫を凝らしている。例えば朝食はご飯、味噌汁、主菜、副菜に小鉢スースと栄養豊富でカラフル。毎食欠かせないのがヨーグルトだといい、腸活をはじめとしたコンディション維持に努めている。体重はベストの82キロをキープ。増減によってカロリーコントロールをし、守護神の平野圭は、彼は活躍するべくして活躍しています。と舌を巻く存在だ。7月は2戦2勝で計17回を2失点と上昇。一昨年は15連勝、昨年も7月23日から6連勝でシーズンを終えている。夏に強い由伸は健在。ちなみにコンビニのテイクアウト用アイスコーヒーを一番美味しいですと好む。親しみやすい一面も持ち合わせている。さすがだな、トップアスリートって健康面しっかりしてるよな。コンビニのコーヒーが一番美味しいって可愛い。大谷もだけどすごいストイックだな。アイスクリームさえも我慢して食べないと言ってた気もあるし、それくらいしないと無理なんだろうな。オイラもコンビニコーヒー大好きだし、吉野部くんと一緒だわ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。